はいどうもイカメフゾチ28イケメン系の浪人生アキュンです。よろしくお願いします。イエーイフーアルマギネ最高。そういえばガウガウということでね、いや皆さんね、今年1年のね総決算アルマギネいかがでしたでしょうかね。いや僕がね、いややっぱりね、諦めずにやること、やり続けることって大事だなって本当にね思いますね。うん、やっぱりもう競馬ってね、やっぱ人生とね似て、まあ同じと言ってもね過言ではないんじゃないかなっていうね、そんなねことをね思い、まだね改めてね今年最後にね思わせていただいた、そんな有馬記念でしたが、皆さんいかがでしたでしょうかっていうね。いやー無事にね、前回のね動画でもねちょっとちらっとね言いましたけど、ちょっとね負け続けてたんですよ。11月まで調子良かったんですけど、12月入ってからねやっぱり調子良くなかったんですけどね、最後の最後でね有馬記念でね、まあその負け分は取り返しましたよって、ね、プラスにはまあちょっとなったかなっていうところで、いや僕にもサンタさんが来ましたよ本当に。うん、最高のクリスマスプレゼントでしたと。聞いてくださいよ、ね、聞いてくださいよ本当に。そんなところで今回も張り切ってスターホースポケットプラスプレイしていきたいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでね、もうすでにね準備は完了してます。準備は完了してるっていうかね、準備は完了しますよっていう、そのとこ。ね、今何が変わってたんっていうね、そのとこですけどね。いや、ね、前回はね、女性騎手、ね、女性騎手の中でも、一人だけね、ひときわ輝いてる、ね、女性の方いらっしゃいましたよね。あれの肩を乗せてやってみたんですけど、今回は、ね、実名枠です。新しくまた更新されましたのでね、そちらの方を、ご登壇してね、またわちゃわちゃやっていきたいので、わちゃわちゃ企画ですね。はい、やっていきたいと思います。そのごとに、女性騎手を乗せて、女性だらけの大騎乗大会ふぅっていうね、若干ね、ちょっとね、卑猥なニュアンスを醸し出すタイトルになってしまいましたけれども、いやいや、そんなことないですよ。全然そんなことないです。ね。一切、ね、僕は一切そういうね、しもなことは一切ない、そんなチャンネルなんで、健全なチャンネルなんでね。皆さんね、よろしくお願いいたします。さあ、というところで、クリスマスポイント、皆さん溜まりましたでしょうか？本日から受け取りね、できますね。121225ですね、クリスマス。ね。メリークリスマス、皆さん。ね、もう終わりましたけどね。メリークリスマス。はい。で、50個ね、石もらえて、で、白雪姫がもらえましたよ、と。ね、それではいただきましょうか、と。なんか10回クイズでなんかなかったでしたっけ、白雪姫10回言って、で白雪姫って10回言って、毒リンゴを食べたのはって言って、白雪姫。あれこれ正解ですよね。なんか10回クイズなんかなかったっけ、白雪姫だよね。白雪姫関連の。シンデレラか。シンデレラって10回言ってかな。シンデレラって10回毒リンゴを食べたのはって言って、シンデレラって言っちゃうみたいな。そうなんでしたっけ、ご存知ですか、うん、なんかそのね、そういう10回クイズもね、ありますよね。うん。さあ。そんなことよりも、ね、早速ゲームの方をね、やっていきたいなと思うんですけれども。はい。何やかんやと、全然ね、本当に三冠が取れないです。はい。1.1 倍で先ほども負けまして、電動馬、週間賞金、獲得賞金額ランキングにね、日曜日のギリギリ、ね、ギリギリに乗ったんですけど、89万ぐらいやったかな。うん、できたんですけど、そのままね、1.1 倍で、菊花賞負けるというね、そんなね、最近そんな仕様になっておりましてね、もう全然勝てないんですよ。で、ようやく89万がね、できたところで、メダルがね、もらえましたよーっていうところですね。先ほどのクリスマスプレゼントと合わせていただきましょう。はい、ありがとうございます。久々にこの量ですね。いや、本当にもうね、10万前後も今、もう破産状態で10万前後こう、さまよってるっていう、そんなね、そんな状態なんですよね。できます。はい、せっかくなんでね、
あれなんでしたっけ、ね、ウィンリミット、解放キーも交換してきましたよ、ね。そんなところでまずは本日の運試し行きましょう。いや、100万枚出ましたよだったり、石100個もらえますよ、デイリーガチャでね。っていうツイートを見て、僕もね、張り切って毎日回してるんですけどね、全然そんなんね、うん、かすりもしないですね。さあ、ちょっと待ってくださいよ。農作業を行いまして。ね。プレゼントが届いています。そして、行きましょうか。3G ね、もうすでにね、購入はしています。購入してますので、いつも通り、共同通信杯から、3冠狙っていきたいなと思います。で、先日ね、有馬記念も終わったというところで、やっぱりちょっと有馬記念ぐらいまで行きたいなとは思ってるんですけどね。いや、有馬のね、馬なんで、皆さんね。有馬で活躍した馬さん、お馬さんたちなんで、うん、有馬まで行きたいなとは思ってるんですけどね。逆に小馬にして、小馬3冠狙っていくっていうのもありですね。うん。いや、有馬記念の賞金も4億ですから、今。ねえ。ほんとすごいよね。2着でも1億6千万ですからね。かつての1着の賞金額がもう2着のね、賞金額。3着も、ね、1億ですから。もうね、3着、有馬記念3着になっただけで G11 着とね、同じだけのね、ね、賞金額になってるってすごいよね。すごいですよね。うん、まあ、パパッと行きましょうか。ここら辺はね。頑張りましょう。この子ならいけるでしょう。ね、大優作のことをね、大工作とね、勘違いしてた方もね、いらっしゃるかなと思います。最初ね、大優作って見た時にね、大工作ってね、ちょっと見間違えたっていうね、そんな方もね、中にはいらっしゃるんじゃないでしょうかって。ね、そんなとこですけどね、今回はじゃあどうするのっていうね、まずはね、女性騎手ですね。女性騎手5と、女性騎手5人に乗っていただこうと思います。ね、選手はすごいですよ。50勝ですよ、新人で。素晴らしいね。そして、何をするか。ね、まあでも、差し、先行。ね、大逃げ。ね、で、追い込み。やったと思います。ただ、今回はね、やっぱりね、まあ、女性騎手っていうことなんで、もうね、やっぱり自由に、好きに乗っていただきたいなと。自由気ままにね。というところで、自在で、ね、やりたいなと思います。自在客室ですよ。でね、多分ね、いてるんですよね。多分大丈夫なんですよ。後藤ね、自在のやつがいてるんで、破天荒はちょっと自在とは違う動きです。破天荒はちょっとね、一旦置いときたいなと思います。破天荒は置いといて、自在の馬にしたいんですけれども、まずはね、あれ？あ、ここね、エルコンドルパサーね。さて、ね、お任せもオンにしまして。最初は、一戦目はちょっとね、この馬の、ね、特有の客室になりますが、行きましょうね。まずでごほも、まあ、もともとまくりなんですけど、これもね、自在に変えちゃいたいなと思います。多分ちょっとね、ミシェルジョッキーが、多分ね、優秀なんで、ミシェルジョッキーはね、ちょっとそこはね、ちょっとハンデをね、上げたいなと思います。というところで、トゥザ、トゥザ、タチツテと、トゥザビクトリーもね、自在なんでね、行きたいなと思いますね、自在ね。で、今村聖奈ちゃんで、長島まなみちゃんね。いや、27勝、すごいですよね。立派。いや、やっぱりもうね、もう若い子にどんどん頑張ってほしいですよね、やっぱりね。さあ、そして、あと誰か。前のトップガンも自在ですよね。あとは、前のトップガンが自在で、そして藤田奈々子ちゃんね。
いや言ってましたよ、藤田奈々子ちゃんがあの先輩でね頑張ってくれたから、あの下のね子たちもね、あの女性騎手としてのこう道が開けたみたいなことをね、ね言ってましたよ。すごいねリスペクトするねことをね、あの対談で言ってましたんでね、そうだねと思って、うんうんうんと思って、もう温かい目で見守ってこうと思って、すごいね、うん、この子ならいけるでしょ。やっぱ若い子が活躍してくれるのは本当ありがたいですね。頑張りましょう。もちろんねベテランのね騎手にも頑張ってほしいですけどね、やっぱりねそこから学んで若い子がね活躍するって、いや素晴らしいな、いい循環だなと思いますね。あとはねトゥーカッターがねちょっとね自在とはちょっと違う、自由自在なんですけど、ちょっとねまあそんなに破天荒ほど、あの破天荒さっていうかはないの、特殊感はないので、これでいきたいんですけど、これをねいきたいんですけど、ね、もう一頭、あれ自在の馬誰かいたかな、お、ナイスネイチャーが一番新馬戦おっと出てたな。とそんなところで探すのもちょっとめんどくさいって言っちゃうとねあれですけど、めんどくさいんで、ねバーミリアンもね自在なんでバーミリアン行きましょう。さあ最後ね、ミシェルジョッキーですよ。いや日本人ね、日本人女性騎手とは一味違うぞと、ね、私の輝きはね、いい感じですね、女性の中でもね私の輝きはひときわ輝くぞというね、そんなところをね見せたいなと思います。さあコードを取ることでね、わちゃわちゃしていきましょう。どんだけね、いや自在でってなると結構ねわちゃわちゃするんちゃうかなと思うんでね、行きましょう。お、やっぱり松井田ゴッホ1番人気ですね。松井田ゴッホ、そして2番人気アメリカンボス、お、アメリカンボス2番人気なんや、大エースが万世やからかな、ナイスネイチャー、あ距離もちょっと合ってないかもしれないですね、大エースがね、いらっしゃい、お、いいね、うん。さあそんなところで何をね馬券買ってこうかなと思うんですけど、おう、いやいいよね、でもね長島まなみちゃんがね1番人気で、2番人気がななこちゃん、いいね、そしてミシェルちゃん、いいね、でセイナちゃんでなおちゃんね、いいね、うん。さあそしてコンピューターの中ではムーブザワールドが 65.6 倍か、そうか割って入ってくるかな、スワブルジアでも70倍ですもんね、9、7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 、
7259。7259ね。だから7から259。2000万。いや、ワンチャンね、違うのが入ってると思うんで、2259かな。よし、これでいこう。あ、そうそう、馬券のね、馬券のランあの SP ランキング今来てるんでね、有馬記念と同じようにね、ドカンと当てたいなと思います。準備が整いました。共同通信会12頭スタートを切りました。今なんかちょっとラグがあったような。杉本さん、いや杉本さんの、そうそうそう、スタポケの、スタホ4スタポケの大感謝祭生放送見ましたけど、あれ杉本さんちょっと出てたじゃないですか、オープニングに。いやー、年取られましたね、本当に。うん、すごいね、こんな実況よ、すごいね、元気に。それから7番、ミシェル騎手輝いてる。すごい。全然色違うね。全然色違うでしょ。どんだけ光当ててんねん。どんだけスポット当ててんねんっていうね。第3コーナー本当に。スポット抜け落ちるようなことだけやめてほしいな。ドドンっていうね。いやー、いいね。決まりましたね。今年も僕のダジャレを聞くのも、もうあとわずかですよ、皆さん。ね。いやー、コメントでね、来年からやめてくれって言われましたけど。うん、努力はね、一応してみますけど。うん、まあ、どうかなっていう。さあ、何が、
だっけ、7からか、7から259よね。さあ大波乱になるのか、うん、ムーブダワールド、え、大波乱になる、戦闘エトルディニュー、しかし差はそれほどでもない、祭りだゴッホも追い込んできた、祭りだゴッホも追い込んできた、これは阪神レースになります。9、7は祭りだゴッホ懸命に追う、このまま粘れるか、アメリカンボスナイスネイチャー先頭に立った、一着ナイスネイチャー、ちょっと待って、ジョッキーの差出てないこれ、まるで思考のごとき走りです。ちょっと待って、ジョッキーの差出てない、大丈夫、ミシェルよ、あれちょっとバグってる？歓声がないような気がすんな。いい感じですね。あれ今回ちょっとバグってるかな？2着、11番、3着、2番、以上のように確定しました。なんかレースのとこちょっとちっちゃかった。いやー、いいね。おいおい、男たちをしっかりせよっていうね。しっかりせえなって言ってね。ねえ。開き直ってるわけで、ね、開き直ってる場合じゃないよっていうね、もうみんな、ね、もう女性たちのからもっと学びなさいよっつって、ね、ね、七転び八起き言うてる場合じゃないよっていうね、見せたれよっていうね、見せるでっていうね、めちゃくちゃやな。はい、思いつきダジャレいかがでしたでしょうかってね。そのところね、誰が勝ったんやったっけ、ナイスエイジャーか、すごいね、3番人気ミシェルね。いやー、ちょっとジョッキーの腕の差が出ちゃったかなってね。適正の、あ、間違った、間違っていつもの癖すぎるやっちゃったよ。はい、ということでね、お、大優作ファルコンステークスもいけんねん。あの、セリでね、購入するときに、あの、パラメータはね、あの、セリ1の馬はね、あの、見れるんで、ね、しっかり確認してください。僕はね、あの、確認して、じっくりを確認してないんですよ。パパッと確認して見てるだけなんで、ね、まあ、すぐ、あの、僕、馬券買って、あの、三角押してもすぐ何買ったか忘れるような脳みそなんで、ね、あの、まあ、同じように、あんないっぱい数字で出てこられて5等分なんか覚えてられへんっていうね。まあ大体ね、あの、勝ったレースとかは、まあ少しは知ってるんで、ね、その辺から、ね、大体の距離適正みたいなのは、把握してます。把握っていうかね、あの、わかるんですけど、まあ、それ以外はね、あんまりね、中長距離ですもんね。うん。いや、自在にしていきたいなと思います。いや、やっぱり、あ、1600から2600なんや、そうなんや。長距離ってことでもないんや。ナイスネイチャーもね、距離幅広いですよね。いい感じですね。嬉しそうですね。はい、ということで、自在にして、全部ね、登録しまして、大体馬体重も揃ってるかなっていうところですね。行きましょう。一番人気です。おお、やっぱり。ただいまより、ね、投票受付を開始します。そうか、条件戦もみんな3連勝してきたんか。すごいね。そうか、そこら辺ちょっと確認しなかったけど、うん、オッケーオッケー、うん、まあね、まあ女性騎手なんでね、まあなんていうんですかね、若手のやっぱり女性騎手なんで、そんなね、これしろあれしろっていうよりも、あの、好きに乗ってきていいよっていうね、そういうね、ことですよね、うん。さあ、6番人気は 62.5 カデナですね。うん。また間に割ってくるなんてことないんかな。そうですね。だから4、7、8、10、11ね。4、7、8、10、11。あれ？これって104やから、10万か。こんだけしか使うのか。ああ、もっと縛らなあかんねえ、やっぱりじゃあ。OK。これだ。4、7、8。4、7、8。これだ。うわ、待って、これ478で 84.4 っていうのがあるな。いや、ちょっと待ってくださいよ、そこを狙ってこか、これか、874874、
874ね、ゾロ目、三連複ゾロ目と三連単ゾロ目が揃ってるこの 84.4 倍ね、874、これのね1点買い10万枚いきましょうね、これでいきましょう。10万枚やからあだと840万ですよね。え、そうよね、10万やからね、840万、よし行こう1点買い、こういうとこ874ね。さあ頼む、来てくれゾロ目。クラシック第1巻を前に素質馬たちが相まみます。さあどんだけ自由にやってくれるのか皆さん、ね、これはすごい、あのスタートを切ったようでありますが、みんな逃げでもないし後ろでも追い込みでもないから、わちゃわちゃ感が多分ね半端ないと思いますね。ダイワキャグニー、その後ろでやりましょうか。9番バスキンやってくれっていう感じですからね。12頭が7番アメリカンボス逃げてんな。5番サーベラーズ、オレンジのボスにご注目ください。これが一番人気のナイスネイチャー。それからもう1頭12番コマノインパルス、3番874やもんね。874の順番に入らなあかんわけやもんね。大優作打ちを通りまして、いいね、後ろに3頭つけてますね。で真ん中に1頭ね、で前その外一番前に1頭ね。しんがりからエアシェイディ、さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、いいね、これが先頭7番アメリカンボスであります。ジョッキー終えてない。アメリカンボスの手の誰や。ダイワキャグニー、外からアメリカンボスの手の7個じゃんか。ダンビライト、そしてその後ろからマイスタイル、5番サーベラージュ、そしていたいたナイスネイチャとミシェルであります。コマノインパルスミシェルであります。外を通りまして4番マツリ、あれミシェルでありますやってる。大風の目となるか。大優作非常に呼び捨て、呼び捨てでいいのそこ。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ、ナイスネイチャは5番手といったあたり依然先頭アメリカンボス。ちょっと874よ、874ミシェルとナイスネイチャ、ミシェルよ。10番ナイスネイチャだ。一番うちアメリカンボスが粘っている。7はあかんっぽいね。ナイスネイチャだ。アメリカンボスが2番手先頭ミシェルとナイスネイチャ、後ろからナイスネイチャ強すぎる。ちょっと待って、これジョッキンズは出てない。賞金は2000枚突破マジかよ。もう光りかけてるって、もうスポット当てすぎやって。頑張りましたね。いや、よく頑張ったね。すごいね。1着、当番、2着、7番、3着、4番、以上のように確定しました。あ、松井田君、ここに覚えられへんな。いいね。女性活躍の時代ですから、素晴らしいね。はい、ということなんで、次ね、皐月賞いきたいなと思います。今のところね、2連勝です。ナイスネイチャーがね。まさにね、お姉ちゃんが乗ってるから、ね、まさにナイスネイチャーですね。ドドンって言うもうね、調教も大変なんでお任せで、当日だけちょっと馬体重調整と調子とね整えたいなと思います。うん、 OK、 これで、うん、登録もしてるし、すごいね、5連勝よ。おぉ、7個ちゃんか、2着2着か。すごいね。おぉ、なるほどね。なんか、まあまあ、妥当かなっていうか、うん。まあ、わからんでもないかなっていう、そんな成績ですね。一番人気です。いや、3.9。お、結構、さすがに連勝してるだけあって、ちょっと抜けましたね。大優作も、6.2。うん。ここまでがあれですかね。うん、まあまあ成績順ですね。うん、やっぱり3着ね、2着2着あ全部一緒や、結果すげえ、あすごい、全部揃ってる。ここだけ入れ替わってるんや。前の上位3頭はもう上位3頭のままなんや。なるほどね。あれ、ちょっとなおちゃんも輝き出してない。あれ、光の当たり具合が良かったんかな。なんかね、ほらめっちゃ光ってる。いやー、どうしようかな。スワーブリチャードが 122.2 倍ね。えこれ7番人気で 122.2 ねえ。ファンディーナが 43.3、 怪しいな。スローペースでこの辺り残りそうな気もするよな。
ね、ナイスネイチャが連勝中なんで、バレここが来るのかなと思うんですけど、G1 になるとね、途端にね、人気のないやつが来るんですよね。人気のない方が来るんですよ。だからね、大優作やっぱ怪しいですよね。うん。いやいや、ね、実際の有馬記念、大優作が制した有馬記念と同じようにね、ありえますよね。いや、だから大優作からこことここはゾロ目合ってるんで、大優作からの4から10、12ね。これを買っとこう。ね、で、ファンディーナ、そしてスワーブ・リチャードが3直にピロッと来ると。でかいですよ、なかなか、そしたら。行こう。ただ、把握しきらんな。さあ、ゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら12頭が飛び出しました。ほら、やっぱりなんか静かや。先行グループからまず見てみましょう。歓声がない。バグってる。先手を取りました。6番、アルアイン。その後ろでやりましょうか。ペルシアンナイト、スワーブ・リチャード。ね、本当、わーって言ってるはずやのに。まもなく第一コーナーに差し掛かります。それからもう一頭、カデナ、内を通りまして、アメリカンボス、外から一頭、ヘアシェイディ。後ろにたまりましたね、今度はね。第一コーナー、さっきとは違って。カーブを取って第二コーナー、それから4番、大優作、これが一番アメリカンボスの。祭りだゴッホが並んでいます。ね、もうあれか。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。あれアメリカンボス7個じゃ乗ってましたっけ。さっきそれで負けたから後ろからの方がいいっていう判断なんだ。アルワインであります。前でのいやーめっちゃ遅いよ。1分2秒4よ。今日の有馬記念で1分1秒5やったんで、前半がね、前半 1000m かな。間もなく第3コーナーなんでかなり遅いです。おスローペースやからまくってった。おすごいね。差を詰めていく。さすが。すごいすごい。自由にやらした結果、スローペースと見て、ね、まくっていった。大優作来てるよ。さあ、スワブリだとここ、ぴょこっとさせてくれれば、まくってってやつが、大優作どこらんか。おー、いいレースだ。後ろから10番。ナイスネイチャー、祭りだゴッホ、先頭、祭りだゴッホが先頭、祭りだゴッホ、クラシックの栄冠、獲得賞金は4000枚突破。めっちゃ喜んでる。やりました。1着、5番、2着、いやー、面白かったね。今のはなかなかわちゃわちゃしてたんじゃないですか。まくってって。いやー、興奮するな、あんだけまくっていかれると。いやー、大変惜しかった。ちょっとナホちゃんがね、一歩遅れてるかなっていうね、そんなとこです。そうですね。いや、ナイフ選手どうしようかな。ナイルカップ出してもいいけど、そうですね。いや、ちょっとね、ここはタイトル狙って、ナイスネイチャーだけ、青場所を挟みたいなと思います。いい感じですね。そうそう、ナイスネイチャーだけ青星を挟んで、で、NHK マイルカップ出すっていうね。ね、これでダービー取れば、またタイトルにもなるんで、うん。まあね、ちょっとクエスト達成に向けてね、少しでもね、保険をかけておきたいなと思います。アドミラブル 3.39、11.1、からね、そうね、トリコロール、そうね、いや10から2929、いやー29の10、まあ負けるでしょうっていうところでね、29の10ね。いやもう負け込んでるんでね最近。いやここはねちょっとパパッとね飛ばしてないと思います。なかなかいいスタート。11頭が差し掛かろうとしております。それからもう1頭アドマイアウィナー。だから、場内が騒然としています。場内が騒然としています。まあ2でもいいけど、9やったらもう5番手先頭ね、ボロ儲けですね。9、それほどでもない。さあ先頭はイブヒが後ろ追進リード、懸命に手を動かして、いいね、ナイスネイチャーの手応えはいいね。5番イブヒがまだ粘っている。9来てるよ。いいよ。かさそうな9じゃない？ナイスネイチャーが差を詰めてきた。捉えるか、ナイスネイチャー口を通ってイブヒトリコロールブルが2番手。アホ、3着分かんない。3着は。トリコロールブル1着トリコロールブル。なんでねー、おーい。9番トリコロールブルーだ。マジかよ。
マジかよ。一着。いやー大当たりしたかと思ったのに。まあ5番人気やったからね、まあ、大当たりっていうほど大当たりでもないんかもしれないですけど、狙い目良かったもんね。はい、ということでね、タイトルもあかんかったっていうことですよね。さあ、まあそんなこと関係なくね、連投しますよっていうね、行こう。一番人気です。お、祭りが、祭りだごっこが、兄貴、それでもナイスネイチャーね、連投してきてるのに2番人気やぞっていうね、すごい、ここはもう並んでる。お、兄さんが 5.5、5.5 で、お、いいね、あるね、これ、お、2.4、お、マジか、そっか、ん、でも、ナイスネイチャーからのが多いな。ナイスネイチャーがここ2着っぽいな。ナイスネイチャーからそうか、2、3、4、11、ここはそうか、だからナイスネイチャーが2、3、4、2、3、4、11、12、うん、ナイスネイチャーがね、なんかこの成績やと、うん、2、3、1っていうことはめったに見ないんでね。うん、なんかこのね、1、1、2、3、ここで1っていうのはね、多分何もないんですよね。多分2なんですよ。なんかそんな感じはする、今までの経験からいくと。でここは3でしょ、ここ多分3なんですよ。うん、多分こっちかな、こっちが1かなっていうふうに思うね。うん、じゃあそんな予想でいこう。さあ飛び出した12頭、うわバラバラっとしたスタートになりました。出遅れてると23。先行グループからまず見てはいいましょう。いやー23出遅れてると思い出しましたけどね。あれわけね。ねえ、その外に12番ナイスネイチャー、今日も勝利をつかむか、松田ゴッホ、出遅れてましたよね。その後ろ3馬身ぐらいやって、うん、言って、まあ、言っていいかな、結果とかもね。もうさすがにね、競馬好きの方であればもうね、そしてその後ろ、もうさすがに火をまたげばね、結果はもう知ってるかなと思いますけれどもね。え、うん、そしてしんがりから、まあすごいいいレースでし、うん、先頭の方はどうなっているか、ね、めっちゃ興奮しましたわ。さすがにね、うん、無理やろうと思いましたけど、なんとかね、お小遣いをね、取り返すの素晴らしいね。さあ、7番で10人からいったっけ、10人が2着で勝ったんか、ってことで終わらせるの。先頭変わってアエロリット、懸命に手を動かして長島と祭りだ。お、ちょっと待てよ、10人差し返し、お、盛り返しる10人、すごい。3着コンピューター入ってくれ。あれ、ちょっと待ってくれ。G1 初制覇、獲得賞金は6000枚突破。大外れやん予想。すごい。もう紫軍団がもう前独占してるよ。いや、ミシェルちょっと。もう腕の差出てない。大丈夫。はい、ということでね、タイトルをね、もう出し合うことで、自分のも出し合うことで、自らタイトルをね、阻止していくスタイルっていうね。そんなとこですね。21.1。 いやー、なかなか他の間割って入ってこうへんな。はい、ということで、三冠もないんか。いや、なかなかいい感じにね。やっぱ自在なだけあって、すごくいい感じにね、わちゃわちゃしてくれてますね。おう、ただ把握しきらんっていうね。いやー、ちょっとセイナちゃんがね、ちょっと遅れ気味ですね。大優作ちょっとやっぱ慢性やからね、仕方ないんかな。うん、そこら辺はちょっとね、なんとも言い難いですけど。一番人気です。まあナイスネイチャーが、ただいまより投票受け付けを、ただそれでもまだまだ全然ね、ここまで人気取れてますね。お、3、4、10がゾロ目ね。3、4、10に。うん、3連単で、なんか間に割って入ってくる可能性もなさそうなんで。
馬単で、3、4。3、4、ね。5万。ね。そして、あ、そう、間違った。12もそうです。ああ、12も、12さん。でも、まあ、大優作はね、もう、万世です。もうずっと来てないんで、だから3と10で22。このゾロ目を2と狙うとこ、だから30。この2頭でゾロ目ね。5万。これで、まあ100万と100万弱、ね、狙っていきたいなと思います。で、スタートを切りました。おお、10番で折れたよ。12頭、その中から頂点を極めるのはどの馬か。典型的な逃げ馬はいません。アメリカンボス行くね。3番アメリカンボスが、やっぱりあれかな、同じ資材でもやっぱあれによって違うんかな、パートナーによって。そしてその後ろからね、12番ダイユーさん、なんかあの内を通りまして、1番ツザビクトリーやとね、ちょっと前に行きやすいとかね、なんかあるのかな。バーミリアンかな、アメリカンボスのやつって。それからペルシアンナイト、スワーブリチャードがその後ろ、そのうち7番レイデオロ、11番黒い馬体サトナーサー、12頭第2コーナー左にカーブを取ります。そうそう、あの有馬記念ね、パドックで僕いつもパドック見てね最終決めるんですけど、まああの成績とか見てね、前もってこの馬かなっていう、この馬にしようっていうのを決めてて、でパドックであの確定させるんですけど、パドックはね、まあ良かったのがね、3番のボルド・ルフーシュで、イクイノックス、ね、あとね、人気ないところでね、伊豆城の奇跡、ウィン・マイティ、ラストドラフト、この辺もパドック良かったんですよ。で、人気 100倍超えてるのが、あのパドック良さそうやって、で、人気馬がね、うん、やっぱりちょっとエフフォーリアとか、あのタイトルホルダーとか、ちょっとやっぱりね、うん、あれがあった、懸念があったんで、結構これ美味しいんちゃうかなと思ったんですけど、ね、うん。あれ、3が勝たないとあかんね。3が勝たないとあかんね。ちょっと待ってね、12とか、11か。アーサーが来てる。ちょっと待ってくれ。ここで割って入ってくんのか、3着に。おい、ちょっと待ってよ、ナイスネイチャー強すぎるよ。なんで皐月賞負けたんっていう、なんでここまで取っといてここ負けてんのっていう。うわ、川だ。いやー、そうか、まあゾロ目じゃないからね、多分勝ってはないんでしょうけど、でもこれが取れればでかいねんな、こういうのが。うん、大優作ちょっとやっぱダメでしたね、6着。いや、ミシェル、ちょっとミシェル上手すぎん。さあ、ということなんで、ね、もう三冠、タイトルのね、三冠は取れないんですけど、ね、菊花賞を出して、なもうそろそろね、時間なんで、ね、菊花賞出して、ジャパンカップ、あ、菊花賞出して有馬記念で終わりたいなと思います。一番人気ですね。わあ、さすがに距離も合ってる、ナイスネイチャー素晴らしい、ね、投票受付を開始。あ、それでも5番人気まで取ってるな、ナイスネイチャー。さすがにね、この成績なんでね、抜けてますけどオッズね。うん、そうか。ただね、やっぱり菊花賞万世馬来るんじゃないのって、距離はちょっと合ってないけど、ワンセーバー来るんじゃないのっていうね、そんな気がするのでね、大優作から今回ね書いたいなと思いますね。大優作、ちょっと待って、6、1、2、あ、結構7番人気も21倍までなってる。あ、6番人気は 19.20、 これはでも間ない、割って入ってきそうな感じもしますね、コンピューターも。さすがにね、この図やとね。そうか、そうか、1から18、1、6、8、12にしよう。ね。この、ナイス以上外して、ね。1から6、8、12。ね。これでいこう。1から6、8、12。で、6、8、12の1ね。いやいや、ここで番声が、ね、来るっていうパターンもよくあるんでね。さあ、そうそう、馬券取りたい。さあ、取り出した12頭。
まずまずのスタートというところでやります。先に行くのはどうなんでしょうか。素晴らしいよミシェルね。ミシェルジョッキー素晴らしいよっていうダイエースが逃げたね。8番アメリカンボス、うん、やっぱ自在なんでそんなに2番ね、まあみんないろんな客室してるっていうだけでたまたまかな。うちを通りまして7番ダンビライト、ただペース見てまくってったりするんで、そして外からは9番、ね、今回は結構内から1頭クリン前の方に固まった。そしてその後ろから11番奇跡、3番プロイバタイ、里のアーサーであります。もう一度先頭から行きますと、ちょっと依然先頭1番ちょっと 1000m だけ見て飛ばしたいなと思います。5番ナイスネイチャー、一生に一度の舞台、ぜひとも欲しいタイトルです。ちょっと縦に長い展開になりました。今日の有馬記念と同じですよ。 3000m で、ね、さあ飛ばそう。もう一頭9番ミッキースワロー、クリンチャー11番みんなみんな一斉にサトノアーサー、みんな一斉に黄色になったぞ。大優作非常に怖い馬です。そして一番人気のナイスネイチャー、ちょっと待って、台風の目となるかって言われたな、これ来るな。杉本さんに実況されたな、来るな。ナイスネイチャー、ナイスネイチャー、ちょっと待ってよ、待って。 AICD がすごい足で上がってきた。ナイスネイチャー並ぶか並ぶか、ナイスネイチャー一番打ち、大優作が粘っている。台風の目になるかって言ったのに、外をついて、おーおーおーおお、懸命に追う AICD、 AICD すごい、一頭だけ後ろで待機してたもんね、すごい。負けが当たらへんわ、そんなことより。すごいすごい、いややりました、やりましたね。最後の最後で最後の最後で、なほちゃん来たよ。1番以上のように確定しました。いや台風の目となるかって言われたからね、化けも取れるかなと思ったけど、おー素晴らしい。まさにこれも菊の大輪を咲かしてくれたな、すごいな。アメリカンボスはちょっと2着ってね、来てましたけどね。まあまあ、前線してたなっていう、そんな感じですね。うん。ね、まなめちゃんも G1 ちゃんとね、佐々木賞きっちり取れてるし、松枝ゴッホでね、の中山、さすが中山の、中山校舎やなって、そんなとこですね。ちょっとね、大優作はちょっとあれやったなっていう。ただやっぱり、あ、3着来てんのか。まあでも菊花賞の3着来て、うん、ちょっとやっぱ番声がちょっとね、不利やったかなっていう、そんなとこですけど、さあそんなこんなで、有馬記念でね、締めくくりたいなと思います。さあそしたら有馬記念ね、最後締めくくりいきたいなと思いますね。果たして勝つのどの馬かっていうね。おっと、北サンブラックが3番人気にさすがに割り込んできましたね。さすがコバね、成績はねちょっと負けてきてるのにね、うん、それでも3番人気に入ってきてるなっていう。アメリカンボスがちょっとね遅れを取ったかなっていう、そんなとこですね。いや祭りだごっこもそうか、大優作もね、あそうか3番人気やもんね。あそうか、一頭だけじゃないよ、結構ど真ん中でもね、入ってきてない。さあそんなところなんですが、ナイスネイチャーね、ここ買っててくれたら完璧やったやん、どうしたん。さあどこまで僕の馬が来るのかどうかっていうところなんですけどね、やっぱり有馬記念は菊花賞馬が強いのかね。さあ果たしてアメリカンボス、もうみんなね、みんな有馬記念で構想した馬ですからね。エアシェイディ、いやエアシェイディがこれこれこれでゾロ目なんで、エアシェイディから行こうか。うん、エアシェイディから11、12の1、10からうん、1、11、12の、エアシェイン10、よし最後にちょっと取り返して終わりたいな、頼むよ。
1年を締めくくるグランプリレース、さあ1年締めくくるグランプリレース有馬記念ね、果たして終わりましたけど皆さんね、どうでしたかっていうね。さあ、あなたの、そして私の夢を走っています。あなたの夢はナイスネイチャーか、エアシェイディ出遅れだよ、マジかよ。なんか今日もちょっとそれ見たなっていうね。2番手待機アメリカンボス8番、うん、めっちゃいいってやん。ちょっと松田ゴッホが大逃げ決めたやん。1番ナイスネイチャー、安城はミシル、そして6番手に、いやなんか意外にね、こういう展開もね予想された方いたんじゃないですかね。タイトルホルダーがね大逃げ打ってっていうね。ただちょっとなんかスタートも追っつけながらの先頭やったんで、うん、厳しかったんかな、やっぱりいろいろと。各馬第一コーナーに差し掛かります、ね、もう一度先頭から。そんな感じでしたね。ベラーズールもレースを引っ張るようになりました。あれズブいんじゃない、オートビナーだけでズブいんじゃないんかな。なんかね、ジャパンカップの時も反応悪そうやったし、結構かかってたしで、ね、やっぱりジョッキーの腕の差が、ジョッキーのね、あの腕がやっぱ光ったレースかなって思うんですけどね。これから向こう正面で、ちょっとペースで見るの忘れましたけど、かなり逃げてるな。3番黒いバタイ、100メートルぐらい逃げてるやん。そしてその後ろからミッキークイーン、なかなか思い切った。今村グランプリのタイトルは他の馬には譲れません。外から1頭11番大予測言われてるぞ。10番ヘアシェイディ、これヘアシェイディなんよ。ただ先頭は飛ばしに飛ばした祭り田ゴッホであります。この祭り田ゴッホ飛ばしたね、飛ばしたね。4番北サンブラック、さあこれは正規のレース、いやいや、あの出遅れはね、来る出遅れなんで。ナイスネイチャは3番手といったあたり、祭り田ゴッホが抜け出した。ほらほら、エアシェイディ来てるよ。逃げ切ってしまうのか。先頭長島と祭り田ゴッホ、3番手長島と祭り田ゴッホ、エアシェイディも来てるけど無理か。粘っている。大優作懸命に追う、ナイスネイチャ懸命に追う。おおおお、大逃げ炸裂やん。快勝、この馬のマジかよ。長島騎手お見事でした。長島騎手お見事よ、これはすごいね。実際の競馬でも長島騎手こういうレースねありますよね、よくね。マジか、結構みんな取り合ったね、すごいね。おーいいね、いや楽しかったね。うん、なんかちょっとやっぱりね、ベテランのジョッキー乗せるよりか、なんかやっぱりこう若手のね、うん、新人のジョッキーを乗せてることでなんかテンション上がりますね。なんか応援したくなる。うん。さあ、そのところでクエスト見てみましょう。おー、素晴らしい。G1 勝利は5回したみたいですね。素晴らしい。今回のやつはやっぱり名馬揃いでしたね。うん、今回の実メンバーいい馬が揃ってたと思います。はい。あと獲得賞金が、1万7000ぐらいか。1万7000ぐらいで、WBC にもチャレンジできるのが3頭ぐらいいるんで、まあ達成もね間近かなと思います。はい、素晴らしい、なかなかの好成績だったんじゃないでしょうか今回はね。 しかも自在にすることでみんながね、うん、最後も松井田ゴッホね、大逃げをかましてくれて、なかなか気持ちいい逃げ切りでしたしね、いいレースがね見れたんじゃないかなと思います。嬉しそうですね。はい、ということでね、今回これで終わりたいなと思います。もう残るわずかですけどね、まだあの競馬もね、残ってホープルフルステークスが残ってますのでね、ぜひね、まだまだね有馬記念で負けた方もね、勝った方もね、まだ再チャレンジがあるのでね、今年ねいい年を迎えられるようにね、残りね過ごしていきましょう。それではご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。いやー、わちゃわちゃ企画楽しいね。また違うね、わちゃわちゃがね、思いつけばね、やっていきたいと思いますのでね、ぜひ次回もお楽しみにしていただければなと思います。それではご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、寒い日が続きますけど、皆さん体調に気をつけて、今日も一日、頑張れっつ